楊会系は、中華民国の女性革命家、政治活動家、中国共産党員で、毛沢東の2番目の妻として知られる、日本留学経験を持つ哲学者、楊昭才の娘、郷は霞、字は雲金、陽光病公立第四十小学、広域実業学校不設小学班、影著女子学校、稲田女子師範などで学ぶ、父の影響を受けて、解明的な思想を持っていた。 北京在住の17歳の時、父のもとを訪れた毛沢東と知り合う。父守護の1920年1月に調査に帰り、ミッションスクールである調査副少女市中学生オサム藩に入学した。直後にケット再開、結婚し、モーガン A、モーガン A を設ける。同年冬、要介権は中国社会主義青年団に加入した。1921年、 中国共産党小区党委員会で、機密、交通に関する連絡事務を担当する。同年冬、正式に共産党に加入した。1924年夏、上海に赴き、女性運動に従事している。1925年2月に、毛沢東の下に戻り、手を補佐して、農民野学の創設に取り組んだ。10月、甲州に移り、女性運動に、再び参加している。 1926年11月、調査に戻る。間もなくも沢東に随住して、武漢に移り、中央農民講習所を開き、女性運動を展開した。1927年11月、調査に引き返し、以後、共産党地下工作に従事している。しかし1930年10月、国民革命軍の一系統である将軍の指導者、何か義により、 呂会系は、モーガンエーラと共に、調査で、逮捕されてしまった。何からは、ケトの離婚と避難声明を出せば釈放すると、誘われたが、呂は拒絶し、ついに、調査上門外で銃殺された。去年三十。一方を聞いたケは、彼女の死は百味を持ったとしてもあがないぬ。と、探索したという、毛沢東にとって、革命の同志であり、理想の妻であった。毛沢東は、晩年に、 女性秘書を妖怪系と同じ髪型にさせていた。なおけは、妖怪系の生存中1928年に3番目の妻、ヨシコチンと結婚している。ユンチアンとジョン・ハリディの教著、魔を誰も知らなかった。毛沢東には、けが、党活動のため家庭を捨てた後、要は、けの連邦や彼の残虐な成功、共産主義に対する疑念を書いた書簡を書き残し、自宅に隠した。それらは、 死後50年以上経った1982年に発見されたが、その一部は非公開となっているとの記述がある。ただし実際には、上記の通り、幼児心も共産党員としての活動を、その最後に至るまで積極的に展開している。ありがとうございます。